ラルクアンシエル15スエルアニバーサリーライブラルクアンシエル15スエルアニバーサリーライブは日本のバンドラルクアンシエルのコンサートおよびそれを収録したライブビデオ15スエルアニバーサリーライブラルクアンシエル15スエルアニバーサリーライブは2006年11月25日26日に東京ドームで開催されたコンサートである 各メンバーのソロ活動期間を経たラルクアンシエルにとって前年9月に行われたアジアライブ2005以来のライブとなったタイトルが示すようにこのライブはラルクアンシエルのバンド結成15周年を記念して行われたものでありラルクアンシエルの4人が基調を務める東京ドーム型のタイムマシーンに登場し過去のラルクアンシエルを見るためのタイムトラベルを行う という設定をもとに近年のライブで演奏されることが少なくなった曲が主に披露された。またメンバーもタイムトラベルというテーマに合わせ移動した当時に使用していた楽器や衣装などを使用している。セットリストについてはこれに関連して同年の9月からオフィシャルサイト上に特設ページを開設、演奏曲のリクエストをファンからの投票により受け付け、 ランキング上位のうちから一部が反映された。は、本公演で演奏されなかった。楽曲1から20位21位以下、1994年、へのタイムトラベル。サブステージから登場し、演奏終了後にゴーカートで、メインステージへ移動。AB、1999年へのタイムトラベル。同年開催のコンサートツアー。 グランドクロスツアー1999がモチーフ。AB1999 年上のタイムトラベル。同年開催のカウントダウンライブ、リセットライブ000がモチーフ。メドレー。AB1991 年上のタイムトラベル。以降2曲は、サブステージでの演奏。2006年への期間。本公演で披露された新曲。 2012年2月8日に発売された、12th アルバム、バタフライに初収録された。ラルクアンシエルディスコグラフィ15スエル、アニバーサリーライブ2007年9月12日発売。発売元は、キー・オーン・レコーズ。ラルクアンシエルが、同年の8月から行った、シングルアルバム DVD 全6作品5ヶ月連続リリース、の第2弾で、 結成15周年を記念して行われた L アニバーサリー企画に関連するリリースイベントもこの作品が最後となった。また本作の売り上げは現在までラルクの DVD 作品では最大の売り上げ枚数を記録している。映像はワウワウで録画放送されたものと同様に2日目の公演を中心としボーナストラックに収録されている新曲。 バイバイも含めた演奏曲を全曲収録。また、1日目のみで演奏された、ピーシズ、シャウトアットザデビル、瞳の12位に加え、約10年ぶりに演奏されたインディーズ時代の楽曲、I I'm in pain もボーナストラックとして収められている。初回限定仕様は、スペシャルパッケージ、初回封入特典は、スペシャルポストカードセット。また、 2014年2月26日には本作を含む音楽作品18タイトルを収録した BD、BOX、L、イベブルーレイボックスリミテッドエディションマイナスが発売され、本作のライブ音源 CD も収録された。同年3月19日には、ブルーレイディスク版が単体でリリースされた。さらに、2018年3月14日から、 iTunes ストアにて配信が開始された。ザ・フォース・アベニュー・カフェ・カレス・オブ・ビーナス・ビビッド、カラーズ・ライズ・アンド・トゥルス・ナツの憂鬱、タイム・ツー・セイ・グッバイ・オール、デッド・ホワイト・フェザーズ・ネオ・ユニバース・ハニー・ステア・アウェイ、メトロポリス・インターフォール、あなたトリック・ラルク・アンシエル・パレード2006、ドライバーズ・ハイ・バラの涙・デューン、ボイス・ニューワールド・ジューへの、 設定上は架空の航空会社、パンラルの15周年記念ツアー。パンラルは、パンアメリカン航空のパロディ。上位の曲がすべて演奏されたわけではなく、メンバーからのリクエストも反映した上で曲順が決定された。ラルクアンシエルの DVD 売上ランキング、オリコンワウワウでは、同年の12月23日に、27曲の中から16曲を放送。また、 本作品から映像構成スタッフにもワウワウが加わっている。動画投稿サイト YouTube を模した架空のサイトエルアータンへアップロードされた動画という設定。ダイジェスト収録であり演奏の途中で映像は終了する。ありがとうございます。